かやぶき屋根。それは人々の暮らしに大きく関わってきました。ここ大御町は神戸の北部に位置する緑豊かな自然に恵まれた農村地域。およそ750ものかやぶき民家が残っていることでも知られています。この方は大御かやぶき屋根保存会宇佐冠の代表、相良郁也さん。一体何をしているのでしょうか。一般的にかやぶき屋根の吹き替え作業というんですけど、分かりやすく言うと古くなった屋根を、めくりまして、で新しく買ってきたススキの茅なんですけどを使って新しく、屋根を復元していくという作業ですね。大御町生まれの相良さん、京都でかやぶき職人の親方の下で5年の修行を経て独立。かやぶき民家の魅力を伝えるために人と自然、都市と農村をつなぐ活動を行っています。普段は茅置き場として利用されているという屋根裏に案内していただきました。屋根裏で体感できることがあるそうですが、夏とても涼しく過ごせるようにかやぶき屋根が作ってあるので、この時期は何も火を焚かなかった、本当に寒いんですけど、夏場屋根裏に行っても本当にこう汗かかないぐらい涼しくて、かやぶき屋根の断熱性というか遮熱性といいますか、その機能面をこう全身で体感できる場所ですね。ところで雨漏りはしないのでしょうか。60センチぐらいの、分厚さがあって、すごく分厚く茅を吹いてあるんですけど、分厚いから漏らないっていうわけじゃなくて、落ちてきた雨がこう毛細管現象を使いまして、下にコロコロ水滴が転がっていくようにススキを並べていくんです。なので雨が降った時でも濡れているのは本当に表面の3センチぐらいでして、こう水滴を表面で掴んでそのまま下に落としていくような、その知恵が屋根を吹くということですね。相良さんがかやぶきと出会ったきっかけとは。僕の場合もともと百姓になりたくて、お米を作ったりとか野菜作ったりとかしたくて、畑を借りたり田んぼを借りたりしてたんですけど、その減反という法律でお米の生産調整ですよねにかかってしまって、お米が作れなくなってしまったんです。その時にたまたま知り合った方がかやぶき職人さんの、その知り合いの方でかやぶき屋根の吹き替えが神戸市内であってアルバイトを募集してる、のでその来ないかと言われたのがきっかけで、こう、初めなんとなくぐらいの感じで行ったんです。百姓というのは百の具体的な、生きるための知恵を持った人のことだと僕は思ってて、でそのうちの10ぐらいがかやぶき屋根の技術の中にはあるよっていうのをその時に、親方に言われまして、でなんかそう思った時にこうかやぶき屋根っていうのが自分の中ではこう地面とつながったなんかこう百姓の営みの延長線上に見えたので、なんかそう思えてからすごく自然にかやぶきに触れることができて、でなんかそのままこうすごく引き込まれるようにしてかやぶきの世界に入っていきました。かやぶき屋根に感じた魅力とは何でしょうか。やっぱりこう僕が一番好きなのはこう、もう屋根裏空間が本当に好きなんですけど、このおそらく当時身の回りに生えていた木とか竹とか草とか、こう自分の住んでる身近にある里山の自然の素材を使って人間が作り上げたこの、住まいなんですけど、すごく無駄がなくて、最後にもしこの家が役目を終えた時にこうこの縄を全部ほどいてホロホロとこうほどいてやれば、またその土地にすんなり帰れるんですよ。置いておけば朽ちますし、で燃やせば燃えて灰になって土に帰りますし、なんかこう出来上がった瞬間にもちゃんと帰るところが約束されているので、なんかそういうところがすごく好きで、僕たちと一緒でこうちゃんと生まれてきた時に帰るところが約束されてて、でそれが何かこう何でしょうかね、僕の中で無理がなくてとても好きなんです。そんな相良さんを共に働く仲間はどう思っているのでしょうか。
熱いと思いますね。相当やけどしますね。かやぶきの職人さんって基本的にめっちゃ個性ある人いっぱいおるんですけど、なんかこうへんてこな個性というか、その自分の技術として持ったものをこういう風に遊べるよってみんなに紹介したりとか、もう自然に生えてるものを使って作っていくのはすごい上手い人ですよね。うん、いろいろ経験させてもらってます。めっちゃいい経験。人の生活に自然な形でつながるかやぶき屋根。そんなかやぶき屋根を現代では見ることが少なくなりました。昔は身近にある草を使って屋根を葺くっていうのが一番合理的だったと思うんです。でもその合理的っていうものの尺度が時代によって変わってきたので、今はホームセンターとかに行ったら簡単に化学肥料が買えますし、こう日本人がこう草を使って生活するっていう営みがなくなったのと多分並行してっていうか同時だと思うんですけど、かやぶき屋根っていうのもどんどんなくなっていったんだと思います。かやぶき屋根の魅力を伝えたい。かやぶき職人を中心としてかやぶき民家の良さを伝えるために結成されたのが大御かやぶき屋根保存会草冠です。かやぶき民家の見学会を開いたりライブイベントを開催するなど、都市と農村を程よい距離感でつなげています。かやぶきに込めた願いとは。かやぶき屋根っていうのは身近じゃないじゃないですか。でもなんかもうこの日本列島に何千年と住んできた人たちが培ってきた技術があって、でそれをたまたま僕は身近に引き継ぐことができたので、それをそのままだとねちょっとね分かりにくいので、僕なりにいろいろ翻訳をして今の人たちとか今の時代にこう無理なくフィットさせる形でみんなの生活に少しでもこのかやぶきの良さなりこの草のリズムが寄り添ってくれたらなと思います。